を応援します。 GoJ ピアティンのコーナーです。今回もスタジオで選手お二人お越しいただきました。ご紹介しましょう。まずはフォワード坂井翔吾選手、お久しぶりです。ようこそ。そしてスタジオ初登場で今シーズンビアティンに加入したミッドフィルダー水野隼人選手です。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。水野さんは今日初スタジオですが、はい、ご気分はいかがでしょう。初なので緊張しますね。まあそのスタジオの緊張もあると思いますが、お隣は大先輩になっちゃいましたね。あ、そうですね。いくつ違うんですかね。7、6やったっけ。6か7 ね、となるとやはり加藤先生先輩後輩って感じですよね。そうですね、ね、近い選手はもう5年ぐらいいますよね。はい、5年目です。そうなんですよ、もう本当ね、チームの花でございます。そんな坂井さんの時は水野さんに伺いますが、水野さんが初登場ということで恒例のプロフィールをご紹介します。水野選手はですね、滋賀県のご出身でいらっしゃいます。そして中京大学に進まれて卒業されましてビアティンにいらっしゃいました。お、すいません、気になるのがやっぱり好きな食べ物とかになっちゃうんですけど。お寿司。お寿司、はあ、好きですね。ネタは何が。サーモンですね。サーモン、かわいいね。サーモンだったらいっぱい食べさせてあげられそう。なんか最近の統計で、あの小学生が好きなネタがサーモンっていうのを見ましたけれども。じゃ あのどちらかというと回ってるようなお寿司屋さんでも大丈夫。大丈夫です ね。ちなみに坂井先輩におごっていただいたことなんていうのあるんですか。あー、ないです。それ以上やめてください。ちゃんと活躍したら思ってるねえ、坂井さん。じゃあぜひサーモンたっぷり、はい、はい、ごちそうしてという。さあ、そんな水野選手なんですが、まあこれからどんなプレーを見せたいかっていうのはまずいかがでしょうか。やっぱり得意なプレーはドリブルなので、やっぱり自分のドリブルから、まあ、得点につながるようなプレーをしていければなと思っています。ドリブルなんですね。はい、坂井先輩もね、得意なドリブルですが、はいはい、ちょっと水野さんから見た坂井先輩、まずどんな感じですか。いやー、すべてがもうレベル高いです。坂井選手はあのシュートする前に全体が止まるからね。止まって、そこあの坂井選手が打つときにはみんなディフェンスが止まってるのに見えるのに、が入っちゃう。不思議ですよ、あれはぜひ学んでください。坂井さん、水野選手はどう思いますか。いや、もうめちゃくちゃドリブル上手いんで、はい、もうチームの中でも多分ドリブル一番上手っていうか、はい、じゃあずっとボールを上げてってくれるんですね。そうですね、もう最後までドリブルしてってもらって、まあ、最後だけ僕にパスしてくれたら、いいとこどうぞっていう、はいはい、ね、でも本当そう、やはり得意なことがあるっていうのは強みですよね。さて、今回もちょっと VTR でいろいろご紹介したいことがあるんですが、今までいろいろ試合選手のハイライトをお送りしてきたんですけれども、今回はですね、選手と共に戦っている12番目の選手と言われるサポーターたちを追いかけてきました。ご一緒にご覧ください。三重県から初の J リーグチーム誕生へ、サッカーのアマチュア最高峰リーグ JFL日本フットボールリーグで戦うビアティン三重。ピッチで躍動する選手のそばには、いつも彼らと思いを共に戦っているサポーターがいる。もうチームの一員となって僕たちと共に戦ってくれてるなっていうのはすごい感じますね。大変な時に自分たちの味方になってくれる、すごく強い味方ですよね。12番目というよりも本当に本当クラブの一員というかね、本当ファミリーという意識の方が高いですね。今日はビアティン三重を支える12番目の選手たちの素顔に迫る。8月20日 JFL セカンドステージ第5節、ビアティン三重対琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎の試合が鈴鹿市で行われていた。真夏のような日差しが照りつける中、試合会場には700人を超える観客が応援に駆けつけた。試合前日、桑名市の事務所で作業をしていたのは、ホームゲームの運営を統括している魚住剛さん。
魚住さんは2012年のクラブ発足前からビアティンのスタッフとして仕事に携わっている。ホームゲームは対戦相手や関係者を試合会場へ招くための設営準備が必要となるため、前日から準備が行われる。バックヤードには大量の荷物が置かれていた。設営に必要なものは多く、毎回荷物の積み込みには1時間以上かかるという。スタジアムがないので、こう荷物を1回1回、ね、運ばなきゃいけない。それも大変ですよね。荷物の積み込みが終わると、魚住さんは休む暇なく、事務所がある桑名市から試合会場の鈴鹿市へと向かった。会場へ到着し、一人で作業をしていると、ビアティンのタオルマフラーを巻いた男性の姿が。あ、ありがとう、ね、はい、助かります。実は試合会場の設営準備をサポーターやボランティアスタッフが手伝っているのだ。この日は5人のボランティアが準備に駆けつけた。午後1時に始まった会場での準備。会場設営や競技に使用する備品を次々と運んでいく。2人が向かったのはピッチのバックスタンド。気温30度を超える炎天下の中、自分たちの体よりも大きいスポンサー企業のバナーやフラッグを取り付けていた。選手が快適に、気持ちよくプレーしてもらえるように、そういう雰囲気が作れるようにボランティアしてます。 JFL でやっぱり全国に応援に行くようになって、自分たちも向こう の, あのアウェーでこうおもてなしを受けたりとか、そんなことが、試合もさることながらすごく心に残るんで、やっぱり遠くから来た方にも来てよかったなって思ってもらえるようにとか。こういう裏方で仕事してて、こんなことあって嬉しかったみたいなことがあります。嬉しかったことですか。ホワイトボードに、あそこあるじゃないですか、あそこにホワイトボードにありがとうございましたって書いてあって、ちょっと良かったですね。選手や関係者の控え室の準備や、選手が試合中に座るベンチのセッティングなど、4時間かけてようやく前日の準備作業が終わった。そして迎えた試合当日。試合開始の5時間前、会場にはすでにボランティアスタッフが集まっていた。試合当日にしか準備をすることができないものもある。グッズ販売ブースの設置や入場口の整備、のぼりや看板の設置などを30人ほどのサポーターとボランティアスタッフが協力して準備をする。グッズ販売や会場での観客の誘導などもボランティアスタッフが行っている。設営の準備をしていると、選手を乗せたバスが会場にやってきた。サポーターの熱い声援を受け、選手たちが試合会場へと入っていく。その頃、運営委員の魚住さんはピッチで進行の段取りなどを確認していた。試合開始時間が近づくにつれ、会場には多くの観客が。スタッフの打ち合わせも選手が入場する直前まで行われる。午後3時、全ての準備が整い、試合が始まった。サポーターたちの思いを背負い、選手たちはピッチを駆け抜ける。試合中、会場の外にはボランティアスタッフの姿が。試合中は、試合が始まってから休憩を取ったりとかさせてもらっているので、
試合中はお弁当を食べたり他のマルシェとかやってる時はお店を見たりとかですね、ちょっと間が空く時は試合を少し応援したりしてます。裏側で運営をサポートしているスタッフの多くは食事を取らずに準備作業をしている。お昼ご飯を食べたのは試合中の午後4時前だった。グッズ販売をサポートしている横田さん、昨シーズンまでは試合中ゴール裏で選手たちを応援していたが、今シーズンからホームゲームは試合を見ずに運営をサポートしている。ビアティンは共闘っていうスローガンがありますけど、これも共闘だなと思います。みんなの力があってのビアティンっていう大きな塊だと思います。ビアティン三重は残念ながらホームで琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎に勝つことはできなかった。悔しい、めっちゃ悔しい。選手たちがピッチで戦う裏側で思いを共に戦っているスタッフの姿がそこにはあった。選手たちは彼らのことをどう思っているのだろうか。設営とかで試合も見れない、そういう裏方の仕事に徹してくれているっていうのを踏まえて、やっぱ僕たちも頑張らなあかんと思ってますし、まあ、そういう人たちがいるからこそ試合ができているかなとは、はい、感じています。彼らの力なしではやっぱ試合の運営っていうのはできないなっていうのをいつも感じてます。彼らがなかったら僕たちの存在価値っていうのはないと思ってますんで、やっぱりサポーターが多ければ多いほどやっぱ自分たちの力になるというか、自分たちの存在価値があるんじゃないかなと、そういうふうに思ってます。チームメートでもあるし、まあ、家族のような、あの苦しい時も楽しい時も、まあ、共に、一緒に過ごしていく仲間というかね、家族、そういう存在だと思います。選手たちが試合をするために欠かせない人たちはたくさんいる。監督やコーチングスタッフ、審判など数えきれないほどいるが、その中でも忘れてはならないのがサポーターやボランティアスタッフの存在だ。今、ビアティン三重は6試合勝利から遠のいている。苦しいのは選手や監督だけではない。今だからこそクラブが一つになる時ではないだろうか。夢の J リーグへ、ビアティン三重の挑戦は12番目の選手たちと共に続く。さんも真剣に見ていただきましたけれども、まあ、サポーターの方がいらっしゃるのはもちろんご存知だったと思います。今日改めて何かこういう活動をご覧になってどうでしょうね。いつも試合会場でこうやって準備してくださってるのは分かってたんですけど、まあ、改めて今の VTR 見て、はい、まあ、僕たちがやるべきことはもうサッカーしかないんで、そこで頑張ろうという気持ちになりましたね。本当に頑張ってくれてました。水野さんはどうですか。いや、 やっぱりサポーターやスタッフの方たちがあれだけ前日から裏方で頑張っていただいているので、僕たちはやっぱりピッチでプレーで恩返しできるように頑張りたいなと思います。本当にね、なんかそんな言葉を聞くとなんか胸に迫ってくるものがありますが、ね、和波選手とかも家族って ね、おっしゃってましたよね。本当に今日のこの番組は非常に良かったですね。これはもうこれでちょっと後半戦期待できます ね、はい、でもですね、実はやっぱそもそもスタッフがですね監督を含め5名しかその、まあ、ある意味裏方といいますか、選手外のスタッフがいないということで、まあ、本当にこれだけの試合をやるためには本当にそれ5名じゃ足りるわけないんですよ ね、はい、ですね。なので毎回こう荷物をトラックで運ぶ、これもレンタカーを借りていらっしゃるということですよね。そして魚住さんね、酒井さんなんか長年ご存知だと思いますが、なんか真面目によくやってくださる方ですね。そうですね、苦しい時も、まあ、疲れてる時もあると思うんですけど
まあ、そういうのは僕たちなるべく見せないように、いつも、はい、裏方にという今年は特にそういうところで頑張ってもらってるんで、はい、ね、本当に裏方に徹して今頑張ってくださってるということですね。さあ、こういったサポーターの皆さん、この存在っていうのはズバリ酒井さんにとっては何でしょう。まあ、一言で言うのはすごい難しいですけど、まあ、一緒にカテゴリーも上がってきた、まあ、チームメイトとか家族って言ってましたけど、本当にこう一緒に戦ってる仲間であり、はい、大事な存在です。そうですよね、ジーフェラの取った時のね、はい、みんなで喜んだあの感じはもう本当に一緒でしたよね。そうですね、まあ、あの瞬間もそうですけど、まあ、どんな遠いアウェーでもビアティの声援というのはあるんで、本当に心強いというか、一緒に戦ってもらって力をもらってますね。水野さんはどうでしょう、最初のこの試合の時なんか、なんか覚えてますか。そうですね、初めての GFL 初出場した時の試合の時に、途中から交代して入った時に水野コールがなった時は嬉しかったですね。もうすぐビアティのメンバーになったっていう気がしました、はい、実感しましたねえ、もう入ってすぐ俺のこと分かるのかと思ったらちゃんと水野って言ってくれたんですね。はい、でもあの本当にこうね、応援幕だってああやって皆さんがこう手作りで貼ってらっしゃったっていうのは、もうまた見るたびにちょっと酒井さんなんかね、ただ名前が書いてあるぞっていうだけじゃない感じがしますよね。そうですね、さあというわけで、まあ、あの本当にね、加瀬でも今日高校野球の話もしましたけど、はい、あの野球2アウトから何起こるか分からないし、さよなら勝ちもあるし、まだまだこれからじゃないですか、はい、ね、本当そうですね、はいはい、というわけでこれからもビアティン、まだまだ試合があります、今のところ20試合を終えて5勝9敗6分けとなっています。現在16チーム中11位、残り10試合あります。一つでも順位を上げて一個ずつ戦っていきたいなと心から思います。ではこれからのホームゲームの情報です。来月ホームゲーム2試合開催されます。9月10日日曜日、青森県のバンダーレ八戸と、そして9月24日日曜日は愛知県の FC マリアス岡崎と対戦です。ともに試合会場東院町の陸上競技場、試合開始は13時です。ホームゲーム、皆さんぜひ会場へ足を運んで応援をしてください。そしてそして、ビアティンでは今日ご紹介したチームをサポートしてくださるボランティアスタッフ募集をしています。サッカーに興味のある方、自分の力、ボランティア活動を通して活かしたい方、ご応募心よりお待ちしています。会場の設営や撤収、パンフレットの配布、グッズ販売、イベント運営など一緒にやってみませんか。ホームページから登録手続きをすることができます。詳しくはビアティミエのホームページをご覧ください。そして大事な役目はもちろん選手をサポートするということですね。酒井さん、水野さんからもちょっと一言ぜひ、はい、ぜひ言ってください。はい、ビアティンでは試合の時にボランティアスタッフまだまだ募集してますし、一人でも多くの方と一緒に、スポーツを通して、頑張っていきたいと思ってますんで、一人でも多くの方ぜひよろしくお願いします。さすがの先輩のコメントの後は水野さんなんて言うんだそうですね、やっぱり、まあ、僕たちの、はい、やっぱ支えてくれている、うん、人たちはやっぱまだまだもっと欲しいので、はい、家族が欲しいって言ってんのわかりました。今日正直最初の出演で水野さんには結構試練を与えたいなと思ったので、はい、酒井先輩大丈夫だったでしょうか。大丈夫です。大丈夫です、はい、わかりました、はい、というわけで、このコーナー時間になってしまったんですが、今日は番組最後もお付き合いお二人いただけるということですね。ぜひお二人への、そしてまたビアティへのメッセージ、本当に残り10試合、ちょっとね、僭越ではございますが、私たちマスコミを含めもう人みんな共闘、みんなで、ね、はい、一つの思いを持っていきたいと思っておりますので、はい、メッセージよろしくお願いいたします。まずはこのコーナー、お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。ビアティンのお二人もいらっしゃるのでご紹介していきましょう。どんちゃんさん、ボランティアの方、試合を見ないで手伝うなんて本当に選手の一員なんですね。食事の時間も惜しんで手伝うって、好きじゃなければできないことばかり、ありがたいですね。酒井選手の目にもうっすら涙が、
ボランティアの方への感謝の気持ちが伝わりますはい、ね、今そこにやってますけどね、もうチームが一つになりましたね、 ね、はい、そんな酒井さんになぜか、私は幽霊が怖いですが一番怖いものは何ですか、試合ですか、奥様ですかって聞きましたけど、いやそれは当然奥さんですよいや本当は鬼さんが怖いです。鬼さん、はい、はい、あの悪いことした時に出てくる鬼さんが一番怖いです。誰でしょうそれね、はい、いろんなところにいるんでしょうかね、はい、かわいいこと言ってくれます、ね、よく考えないと分からないですね、ちょっとじっくり考えてみましょうか、はい、そしてとしママさんはですね、水野選手あだ名が水ですが、おい水と言われて怒られると思い慌てて言ったらただお水を取ってほしいだけだったってことありますか。ありますね。あるの、すごいねこの送ってきた、意外ですね、あるんですね、はい、困ったもんですね、困りますね、今度酒井さんぜひ言ってみてください、はい、おい水って言って、わかりました、はい、お願いします、はい、そして新次郎6歳さん、ボランティアのたくさんのお仕事を今まで知ることができずに試合を見ていました、皆さんのおかげで僕たちも試合を楽しめるんですねというふうに ね、 ね、はい、VTR でね、いいまとめができましたね、はい、今日の藤巻さんから来てないんですけど酒井さん、はい、そうですね、一回ボランティアからやり直してもらいましょうなるほどね、はい、はい、というわけで今日お二方ご出演どうもありがとうございました。残り試合も応援しています。加藤先生ありがとうございました、はい、ました。明日の枠時はナイター中継でお休みです。それではこの後もっと待ります。